どうも皆さんこんにちは、ピックットということでね、なんか前やった挨拶と同じ感じでやってない、なんか謎にうざさ増してんのはなんでなんだろうなっていう。まあ、ということで今回もね、かくれんぼやっていこうかなと思います。前回なんでさ、こんな一気にマップ来たのってさ、めっちゃ疑問がってたんだけど、疑問がってたっていう単語何？よくよく考えたら 1.13 に合わせてきたのかなってことで、今回ね、1.13 でやってみようかなと思います。だからね、この右上のやつとかめっちゃでっかくなったわ。あ、すごい、こんな感じで54321みたいになるんだ。へぇ、うわ、かっけえ、チューズブロック。微妙に変わってるね。さあ、ということで、今回はね、ゴールドラッシュというマップなんですけども、え、すげえ！ゴールドラッシュってだけあって、ゴールドオアがあるぜ。すげえ、金鉱石になれるんだ。やったぜ。ちょっと待って。あ、なんだこれは？あ、ワールドに接続してるプロセス。なんか採掘場みたいな、そういう感じがゴールドラッシュって。そんな意味だったよね、確か。なんか採掘するみたいな。ごめん、同じこと言っちゃった。これどこに隠れようか。金鉱、普通に金鉱石あるけど、なんか普通に金鉱石の塊に隠れるのはなんか、ちょっとなんか嫌だなってことで。あ、こことかと、あえて。もう、あえてのここ。どや？意外とわかる。めっちゃバレるんだけど、こんなん。ちょっとさ、一つだけ言っていい？めっちゃ文章邪魔なんだけど。思ったより邪魔だった。俺地味に、地味に残り3人とかになってるんだけど、ちょ、あそこ閉めたいな。閉められないかな。あ、ちょ、あ、待って、なんか音聞こえる。なんか音聞こえる。やばい。待って、残り2人だ。お、すげえ、残り2人だ。ゴールドラッシュ初めてだけど、初っぱなから。残りの1人になりたい、俺。ちょっと待って、怖いよ、って感じ。絶対、あ、待って、あ、終わった。あ、終わった。いやあだよねですよね。あ、逃げるぞやったわ。お、すげえ、お、残り一人じゃん、俺ゲーム、おー、やった、いやあ、GG! さあ、ということで、またゴールドラッシュかーいということで、ゴールドラッシュやっていこうかなと思います。で、僕はね、懲りずに金鉱石でやってきました。金鉱石だったらここ勝てるだろうが、俺は絶対勝つぜ。で、あ、てか上も行けるんだよな。ちょっと上もなんかなんだかんだいい場所ありそうな気もしないわけでもないんだけど、いい場所あったね。こことかどうよ。で、お、なんかいる。なんだあいつ。ここも行けるっぽいな。結構なんか行ける場所あるね。さあ、金で隠れ切りたい。なんだここ。あ、階段か。どこがいいんだろうな。ちょっと金鉱石、二人金鉱石でさ、うまいこと隠れたいよ。あ、もういたやん、いたん。もうやだ。もうやだ、いたん。もうやだ。怖い。ちょっとお前一緒に。お前一緒に隠れようぜ、ちょっと。この辺どうよ、この辺。あ、ちょ、乗れないのか。待て。お前、俺下隠れるから、お前上隠れて。お前上な。お前はお前上、オッケー。あ、待って、なんか見つけた。あ、すげえ、上乗れた。ラッキー、来たー、来たんご。え、待って、めっちゃ隠れとるやん。まだいんの、めっちゃいるじゃん。あ、すごい。ご利用しがすごいな。落としてった。すげえ、団結力すげえ、俺たちマジ団結力かてえわ。え、めっちゃいるんだけど、まだいる。まだ、?4 人ぐらいいたってことか、これ。すごいな。落ちた、やった。すげえな、金鉱石。これ元からあるオブジェとかじゃなかったんだ。待て、お、待て、お前マジで待て。マジで本当やめて、勝ち、やったー、逃げろ、待って、あ、下からも来てる、あ、残り3分でもう残り1人なんだけど、このマップどんだけ難易度高いんで、うわマジかよ。ちょっと待って、ゴールドラッシュむず。さあ、ということで、久しぶりにゴールドラッシュ来たから、もうゴールドラッシュでさ、バチッと勝ってさ、終わりにしようぜ。バチコリ系していこうぜ。ってことで、どこ隠れようかな。とりあえず今回僕はね、なんだっけ、白樺の木材になってるんで、まあ、いつもと違う隠れ場所をちょっと見つけていきたいんですけど、どこがいいかな。なんだここは、こんなとこあったのか。なんだこの秘密の部屋がある。ハリーポッターじゃん。どうしよう。なんかもう一人にバレちゃったから、もうあそこはもうダメだ、あれは。あれもうダメ、本当に。もう俺の少女奪われた。おい！こっち側に移動するわ、俺。ちょっとうまいことはバレないように、こっち側に移動してきた。端っこだから意外といけるんじゃないかっていう、こういう地味さをね、どんどん出していきたい。どうしよう。あ、こっちにもあんの？あ、こっちにもあるんすね。あ、ここ、あ、もう完全に陰キャじゃん。陰キャすぎないか、これ。陰キャがすぎるぜ、このポジションは。もはや、このポジションに、たどり着く前に、終わるんじゃないか。さあ、かかってこいよ。バレる気がしないぜ。かかってこい。陰キャすぎあるある。もはや、なんか、かくれんぼとか、小学生とかが、やっぱりその、なんていうの、みんな、誰かが仲いい、仲悪いとか関係なく、クラス全員で、うわー、かくれんぼやろうぜ、うわーってなってて、みんなでかくれんぼやるんだけど、もはや、そいつが一緒にかくれんぼやってるってことを認識されてすらいないで、もうずっと隠れたまんま、みんな帰っちゃうみたいな、そのぐらいのレベルで隠れてるわ、今。お、ゴールドラッシュにしてはなかなか生き残れてるんじゃないですか。ちょっと待って、お前やばいんじゃない？ちょっと来んね。お前帰れよ。オッケー。全然まだハンター近づいてないのに、13人ともなるとさすがに怖いぜ。
あ、増えてる。お、残り3分。いいぞ、いいぞ、いいぞ。まあ、ちなみに僕が騒いだとこで何も変わんないんだけど。まあ、とりあえず、挑発はもうやめるわ。絶対にしない。もう怖すぎるから絶対しない。あー、待って、時間が経つの遅い。時間が経つの遅い。これさ、アルバイトとかさ、仕事してる時のあるあるだと思うんだけどさ、暇な時ってさ、時間経つのくっそ遅くない？なんか、忙しい。ね、仕事、僕忙しいのすごい嫌いなんですけど、なんか、忙しかったら忙しかったらすぐ仕事終わるんだけど、忙しくなかったら忙しくなかったら暇すぎて、もういつ、お前、おちょ、待ってや、あさあ、ということで、次のマップ、タラベラということで、もうここで勝って、バシッと終わりにしようぜってことで、ちょっとやりたいことがあるんだけど、どこだっけな、待って、やべえ、迷った、どこだっけ、方向音すぎて、マジで毎回迷うんだけど、こっちだ、こっち、で、ここで、ここっすよ、こっち。なんかさっきね、一回やったんだけど、ハンター来なさすぎて取れたかゴミだったんですよね。で、ここね、普通に行くとこれ登れないんだけど、ここを経由することによって、ここを登れる。そして、これよ、ここ、ツタ登って、もはやこれ設置されてないけど、ここで隠れるっていうね、どうよ、これ。これ、ジャングル作戦。どう？ジャングルの王、ターちゃん作戦どう？俺見たことねえけど。どうよ、これ。普通にジャンプ、これ見ないっしょ、この上とか。え、普通に考えて見なくね？こんな怪しいところはこれもっと上行けないのかな？さすがに無理か。ずっとシフトボタン押しないといけないからめっちゃ疲れるんだよね、これ。おい、待てよ、お前、あ、来んな、よかった。よかった。お、あいつに気づかれてねえってことは俺バレてねえんじゃね？俺バレないでしょ、これ。あ、残り4分で C から6人。今回はハンターがだんだんと増えてきてますね。いい感じに取れ高ができるんじゃないでしょうかってことで。いいね。あ、あそこって乗れるんだ。へえ。なんか、すげえ縦横無尽に動き回ってる葉っぱがいっぱいいるんだけど。すげえ、しかもレインボーアーマーがいる。あいつガチ勢じゃん、絶対。あ、葉っぱがうまいこと鬼ごっこしてくれてるおかげで、俺がね、こうやってね。なんでバレ、お前な、ダース！いや、もうそろそろ勝ちたいんですよ、僕。もう、勝って、綺麗に動画終わりたいんですけど、なかなか勝てないという現実。さあ、どこ隠れようかな、僕、今回。タラベラーで、僕はね、今回はジャングルウッドプランクということで、まあ、葉っぱとかやめました、くだらない作戦は。どこ隠れようかな、なんか、どっかいい場所ないかな。このマップ全然把握してねえんだよな。やばい、そろそろなんかどっかいいとこ、身を固めないと。そろそろ、ちょっと待って、やられる。あ、来ちゃう、待って、まだ待って、結局いつものとこに戻っちゃう。やつ結局いつものとこに戻っちゃうんだよな、この上の場所ね。ここがなんか安定感異常なんだよな。なんかどっかさ、ここ行けないのかな、なんか秘密の場所みたいな。もうここしか思いつかないんだけど、ここもうここ以外、あー、やっちゃった。まあ、まだ3人だから余裕っしょ、まだ大丈夫、まだ見られてない犯行現場。よし、どうや、これで。あいつなんか、なんか TNT 投げてるヤバんなやついたんだけど、やべえやついたな今。さあ、残り4分。お、シーカー4人。今回は、あー、怖い、やめてくれ、来るな、あー、待って、怖い、こいつ、ちょっと待って、どっか行ってくれ。なんとしてでも落としたい。あ、やばい、もうなんかもう勝ちたすぎると声出ないもんなんだな。いつもなんかギャーとか言ってるけど、顔なしみたいになっちゃった俺。あみたいな。え、すげえ、あっち側からここ乗れるんだ。へえ、すげえ、氷ブロックがいる。めっちゃ暴れ回ってるわ。え、これシーカー増えちゃうじゃん。やめて、ちょっと。いやー、怖いな。残り3分半。いいね、この調子。何、どっかにいる、後ろか、背後にいるね。背後にいますね。ちょっと待って、やめてな、ほんとやめてね。あいつ怖いな、アレックスのやつ。ちょ、あいつ怖いわ。やめろ、マジでやめろ。レオマン2014、やめろよ、お前。誕生日か、お前、それ。お前、20月14日、誕生日か、お前。お、すげえ、あいつ。え、あれ見てるんだけど、すげえ。今なんか、ツタの上見てなかった。あそこって意外と見られてる場所なんかな。え、てか、まだ氷ブロック暴れてんだけど、あいつ強くね？どんだけ PVP うめえんだよ、あいつ。なんかさっきからずーっと戦ってない？PVP うまさ異常じゃない？あ、やばい、さすがに2人はやばいぞ。氷ブロック逃げろ、逃げろ、氷逃げろ。うわー、怖い。氷逃げろ、氷。いいぞ。そのまま逃げるんだ。え、マジで上手くね、あいつ。カットしてるかカットしてないかわかんないけど、これめっちゃディズニーっぽいって言ったのさ、あれだわ、ここ。これなんかさ、ディズニーシーのさ、なんだっけ、アラジンとかのさ、場所？カレーとかが売ってる場所な、うめえやつ。あそこに似てない？なんか、そんな感じするわ。俺の記憶が曖昧なだけかもしれんけど。あ、下にいる、いっぱいいる。あー、下いっぱい、あー、待って、ドクドク行ってる。待て、やばいんじゃないのこれ。多分近くにいるってことでしょ、これは。これ、あー、来てるね、一人来てますね。こいつどうにかしないと、どげんかせんといかんよ、これ。ちょっと待って、バレた。バレた。あー、オッケー、何今の。
何今の。え、びっくりしたんだけど俺も。なんか目の前で落ちてったよあいつ。何事？え、何事今の。え、びっくりしちゃった俺も。え、俺もびっくりしちゃったわ。さっきのやつ来るかな。え、これで来たら俺嫌なんだけど。え、でもなんかドクドク行ってない。あ、あ、行ってる行ってる。え、どこ？どこどこどこ？どっから来る？どっから来る？お、残り5人。いいね。残り30秒で残り5人。これ気づかれない説あるな、これ。いけるいける。なんかめっちゃあっち側に寄ってるんだよね。すげえ。あ、残り3人。いいぞいいぞいいぞ。いいねいいねいいね。で、いいね。で、ここで最後でポーションをやっていくと。オッケー。完璧。完璧。やったー！イエーイ！やっと勝てたぜ。